大家好，今天要玩的是《Astria Ascending》。那这个游戏基本上就是一个日系风格的 JRPG 吧，它是由法国的制作团队所制作。那详细内容我们就直接开始吧。ここはハルモニアの果樹園。ミグミたちが調和の実を育ててい居る。然有动画。ゼフト族が闊歩するゼフトハイツ。アウィシー族がさえずるアウィシーウッズ。アルクタン族がうなるアルクタンバレー。ペスカ族ご自慢のペスカスプリング。有很多种族啊。メリョたちはユナイテッドタウンの山の手で暮らし、下町は種族の垣根を越えて交流する調和の象徴だ。デミゴット、彼らはこの調和の世界をノイズから守ってくれる。ゾディアックパワーで心と体を強化して調和を乱すノイズどもと戦うのだ。選ばれし者デミゴットの任期は3年間。3年の戦いの日々を過ごすと、彼らは姿を消す。多くの親は子供たちにこう教える。彼らは天に昇り、お星様になるんだよ。もちろん子供たちは真実を知っている。ゾディアックパワーを使うその代償は命。ゾディアク力量要支付生命。調和の歴史に名を刻み、家族に莫大な報酬を残し、3年分の感謝と称賛で心を満たして死ぬ。私たちはだからデミゴットに選ばれることを恐れながら大人になる。あ、ウラン、足元に気をつけてください。装備の点検中なんです。主エコ角叫よ、乌兰。そこは通路だろ。気をつけるのはお前の方だ。本当はそこで作業したいけど、お年寄りが場所を独占しているんです。わしのことかな。おい、生臭いペスカ。そういう時はな、どいてくださいって言えばいいんだ。言ったらどいてくれますか？どかんぞ。その性格、早死にしますから。死ぬ時は一緒だ、相棒よ。ああ、やだやだ。僕は運命を呪います。たく、お前さんも辛気臭い顔してるな。そう？私は毎日楽しんでるよ。仲間が仲良くしてくれればもっと楽しいけど。わかったか、小僧。大丈夫。ノイズ。大丈夫。ノイズ。果樹園にノイズ出現だね。了解。伝令お疲れ様。第333期デミゴット、果樹園へ出撃。現地で集合しよう。ノイズめ、毎日毎日飽きないな。きっとあなたが好きなのね。ふん、ノイズ頭め。わしには愛しのアラシアがいることをまだ覚えんのか。你搞什么？
Noisy 到底是什么？ありえないだろう。聞き違いじゃないのか。エスカステリンゲ。エスカステリンゲ。とにかくペスカスプリングへ行きましょう。これはただごとではありません。何？何が起こってるの？エコ。助かった。デミゴッドが来てくれたらもう安心だ。ノイズが出たと聞いたの。どこ？この目で見たわけじゃないが、町の中心あたりに出現したらしい。エコ、止まって。気持ちはわかるけど、町の中にノイズが入り込むなんて異常事態だから慎重に行こう。急いでください。エコは吵什么吵啊。FP 队伍共用 FP 一点，用啊 V 跟 LB 这样。一开始有 EFP， 我们两个两队都有。用专注命令可以增加弱点，会增加两 FP。哦，挡了伤害对面会减少 EFP。挡了就是如果是抵抗伤害。Nullify 是什么？吸收。不怕物理攻击。
治疗。遅い。消耗分。哦，怕火。向こうにいるみたい。有人在里面。Healthy, good luck. 調和の身の配達、ご苦労様。不要什么补给品啊。今のは何だ。話さなかったかな。私の家は恵み使いなの。母が亡くなって、今は兄が経営している。俺が言いたいのは、ミグミなんてどうでもいいから、さっさと仕事をしようだよね。くちばしを挟むな。仲良くしようよ。あと3ヶ月でみんな死んじゃうんだから。ラグマ、私が悪かった。さあ行こう。我靠，这个场景 Slash Monster and 监制攻击，我要砍他。哎，有吗？油断大敵です。没有砍到。さあ行くよ。先砍一刀。啊，吸收。好痛。火焰。不怕。它吸收光欸。不痛。来一刀，毒 ，miss。嗨，哎，打你哟！舐めたらいけませんよ。光哦，你是光哦。到底在解什么？完全看不出来在解什么解。なんだろう。手手。Wind Power。波迪亚克的戒指，然后，好，通过地层。照顺序是不是？这个提示 ：Ocean Fishman Mother Earth King， 看出来。Ocean。你吗？
Mother Earth。ノイズはまだいるみたい。砍下去。さ、やろ。さあ、行くよ。よし。私の番で。いや。一滴血。お待たせ。我靠，帽子！等等，技能术啊，哦吼，治疗，好痛，增加最大血量的 MP， 技能点数在哪？靠，每个人的星图不一样。打完吗？思ったよりペスカ臭くはないな。みんな昭和の実を食べてますからね。这是什么地方？クラゾ。我要有。好大、啊！ノイズクラン。超级噪音。さ、やろ。好大、啊！お待たせ。都用用吧。来ないぞ。行くわよ。逃风 ，boss， 逃风一下。お待たせ。火焰。おれ。不怕。大丈夫。对，我靠，痛。不要，不要，看这么多。不会。お任せ。要挂了啦，救不了你耶。为什么一直 miss？ 不懂。miss 到底是没效还是？行くわよ。要吃毒。私の番ね。さあ行くよ。とい。お待たせ。ほら。变身。嘿嘿哈。看你还是跟别人换好了。哦，我是挡住了。光属性。落ちろ。
以。然后我有抵抗了。中毒水中一级，对呀，恢复个屁呀，哎呀，落ちろ落ちろ、嘿嘿嘿，哦，耶！小镇的一天又平安无事。さすがデミガット。デミガット。大活躍じゃないか。そりゃ地元だからね、張り切っちゃいますよ。残りの任期もこの調子でね。あなたはペスカ族の誇りよ。ありがとう。頑張ります。エコ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 。パパパパパ。おめでとう。おめでとう。おめでとう。の。おめでとう。エコ、どうしたの？ほら。気になることがあります。話があるので、一度ドレッシングルームに帰りましょう。好，那今天就玩到这边吧。那这个游戏哦，那整体来讲说，它的画面明亮风格，又应该说作画就是手绘风格吧。然后整个世界观就是类似 FF 那种保卫家园吗？还是该怎么讲？那现在就是一个团队去保卫这个世界的感觉。然后战斗方面的话，就是它的系统就是需要你去找出属性相克啦，看对面怕什么属性，然后你的团队有谁可以应付，就尽量去用，就是善用团队交换，然后专注让你的那个攻击适时增加，针对不同的魔王，用对应的属性去。攻打吧，那 RPG 这个应该就是传统王道的 RPG 的概念吧。我觉得整体来讲还不错啊，就是这款我记得 Steam 上还有是有中文的样子。那一开始的感觉就觉得，我是觉得整部作品。感觉起来还不错，因为我蛮喜欢这个绘画风格的。好啦，喜欢的就是去玩玩看吧。喜欢的人欢迎订阅、按赞、分享，还有按小铃铛哦。各位大家，拜拜。